はい、お疲れ様です。即開軸の久保です。いや、やばいですね。Google の保存容量が99%使用中でね、これ 200GB あるんですけども、もう満タンになっちゃってるんですよ。これはどうしましょうかってことなんですけども、結局この有料のサポートね、今 200GB で年間3800円払ってるんですけども、このクラウドのサービスをバージョンアップしないといけないのかなっていうところに来てますね。いやいやいや、いくらかかるんだろう。 そしてですね、別のメールで来たんですけども、プレミアムプランの紹介ということですね。この度は 2TB のプレミアムプランにアップグレードしていただき、誠にありがとうございますということで、えー、実はね、年間1万3000円の 2TB のプレミアムプランにアップグレードしました。そうするとこういうメールが送られてくるんですよね。で、メンバー特典というのがあるらしいです。プレミアムビデオ通話機能。まあこれ多分使わないでしょうね。 え、ご利用の Google o メンバーシップには以下も含まれています。ほう。VVN オンライン方法を強化。なるほど。各種メンバー特典。最新情報をお見逃しなく。えー、アプリもあるんだ。一体何だったんでしょうね。え、そしてこれが明細ですね。Google LLC という会社の定期購入を更新したということで、年間1万3000円かかるんですね。 で、2025年の4月21日から開始ということなんで、あと2ヶ月ほどしたら、あ1万3000円が引き落とされるのかなっていうとこです。あ、多分ね、1万3000円がちょっと前倒しでサービスになって、課金は4月21日からなってことになるのかな。で、今回契約したプランが 2TB の Google One。そういうことでしょうね、きっとね。1万3000円。まあ、結構高いですよ、でもこれ。 ねえ、一旦このサービス使うってことは、このサービスを解約したらデータが全部消えるってことなんで、契約し続けないといけないってことでしょ。じゃあ、1年間で1万3000、10年間で13万、100年間で130万。まあ、100年間で130万なら安いか。はい、ということでございました。以上です。